はい、女王です。バカの話が終わりました。終わりました。じゃあ次の動画に行くときですね、これ捨てるときあるんですよ。私この動画を捨てるときあるんですよ。似てるんで、服装とか全部全てのものが。だから一応なんかアクションを起こしてみました。ここやっていきましょうかね。2番目っていうことでずっとやっていくものなんですね。でですね、いろいろ動画を見てました。例えばホリエモンさんとかひろゆきさんとか、まあ国会で言った小泉進次郎さんとか、いろいろ出てくるじゃないですか。若手とかいろんないいこと言うじゃないですか。私がいつも言ってるんですよ。バカがいつも言ってることをですね、皆さんですね、聞いててどう思うか分かりませんけども、60年生きてきてるんですよ。進次郎若いじゃないですか。ホリエモンさんも若いじゃないですか。ひろゆきさんも若いじゃないですか。私生きてきてるんですよ。で弁当屋やってるんですよ。営業やってたんですよ。すべて大体上に行きましたよ。何でも弁当屋でも今上の方だと思いますよ。儲かってないけど今は苦戦してますけども。だから今私が何を言いたいかって言ったらですね、自信を持つことです。すべてのものにパッて見た時に、まあ堀江もさんとかいいこと言ってますよ。いろいろ会社で、あと自分はこういう企業やってたら、見てたらですね、またライブドアみたいにまた大きい会社を作る自信はある、できるって言ってます。でいろんな額のあるトヨタの話とかいろいろしてます。でも聞いてて見てて、あの人すごいなって思うじゃないですか。思ってみんな、ああ知る、私たちはひるまないですよ。私は自分がバカなんで、バカを武器に生きてきたんで、あの人がどんなに偉いこと、ひろゆきさんがどんなに偉いことと言ってても、総理大臣がいいこと言ってても、私はひるまないですよ。戦いますよ。なんで言ったらバカで戦いますから。だからバカを武器にしてくださいっていう話ですよ。バカを武器に戦うんですよ。だからですね、何が言いたいかってですね、持ってるものなんで、うちの父親は毎回言うじゃないですか。バカですよ。バカだけど全員大学行かしてますよ。全員育てましたよ、5人。まあバカもいますけどね、今家に寝てるバカもいますけども、そのバカを今可愛がってますけどね。そういう中でですね、一緒じゃないですか。ひろゆきさんが例えばその家庭で生まれてきて、所得の低い親から生まれたんですよ。まあ、あの、何て言うんですかね、いい高学歴に行けないって言ってるんですよ、ね、高学歴に行って、あなた今のレベル何ですかって言いたいんですよ。人の悪口って私と一緒じゃないですか。変わらんじゃないですか。それでなんか世の中のためになったんですか。結局逃げたじゃないですか。なんか人に何かあって問題があって逃げたじゃないですか。もう一つ、堀江門さん、大きい会社作れます、そうに言ってますよ。トヨタのこのハイブリッドがどうで、あのホイールなんとかで、いろいろ難しいこと言います。私は興味ないです。わからないです。わからないでいいです。で、うんちく言ってます。あれを見たときに、ああすごいな、なんでわからん、詳しいなって思うのが大半の人間だと思います。どうでもいいんですよ。あれはあの人たちのジャンルにはまっていくだけです。その偉い人たちのジャンルにはまるだけです。小泉進次郎さんが小さい時は親の力で上に上がっていったの。今頃なんだろう、私が言ってるホテルの人って一緒ですよ。親の力で純一郎さんの、小泉さんの上で上がっていったわけじゃないですか。まあ軽く上がってたんですよ。まあ力あるかもしれませんよ。ですけど、そこの力で上がってったかもしれないですけど、上がってって今親の言うこと、この50、40になってきて、こんな人いますかって言ってるんですよ。あんた聞いてるじゃないですか、いろいろ聞いてるのに、そういうの偉そうに言うんですか。まずそれを聞いて、テレビとかマスコミとかいろいろ見てるのがすごいなって思うんですよ、大体人間は。私それができないんですよ、バカだから。そう、すごいなって思わすことができないんですよ。だからできないけどやってるんですよ。だから皆さんにもそれを分かってもらいたい。そうやって生きていく様を見てほしいんですよ。できないけど、この賢いことも言えないけど、その中でも得るものはありますよ、わかりますよ、できますよっていうのを、生きていけますよっていうのを言ってるんですよ。だってこの、例えばそういう偉い人たちが言ってる人間、ライブドア作って会社やって、でも何千人雇ってたって自慢話してますけども、3年間捕まったじゃないですか。あの時に私のここに来て泥棒やってた人間がいたんですよ。もう死にましたけど、あの人も同じ時期にどっかから物を盗んでてバレて、あのそのホリエモンさんと同じ時期に行ったんですよ。で帰ってきたんですよ。同じ時期に帰ってきたんですよ、自分、あのその人も。だからあれと一緒なんですよ。この泥棒と一緒なんですよ。結局同じですよ、刑務所に行ってるんで。で私から見たら、あのホリエモンさんと、私があの亡くなった方と一緒ですよ。私に言ったらどんなバカなこと言っても、あれは泥棒だったんですけど、どんないいこと言ってても同じなんですよ、刑受けてるんで。だから確かにそれは素晴らしいこと言ってる。そこの中でもいろいろ稼いだかもしれない。
だけどそういう中でみんなに皆さんはだ騙されるじゃないですか、ね、やっぱり賢い人間に行くじゃないですか。私みたいな動画伸びないじゃないですか。ただですね、動画伸びない伸びるとかいう話よりもですね、まあ、ホリエモンさんとかどんなかわからないですけど、200万人か100万人かわからないですけども、気まぐれクックさん1000万いってますよ。1100万200万までいってますよ。なんでですか。あの人は賢いこと言ってませんよ。素晴らしいこと言いませんよ。魚取ってきてるんですよ。美味しい魚取ってきて食べてるんですよ。見せてるんですよ。作り方食べてる、見せてる。1000万いったんですよ。日本でも早いですよ。ヒカキンさんたちと並ぶぐらいの伸び率ですよ。だから逆に気まぐれクックさんが国会に行ったとか、1000万人っていうことは10人に1人ですよ。まあ10人大げさかもしれない。1億人とかなんだったら10人にヒカキンさんが言ってました。10人に1人で、まあ20人に1人は見ているって自分だから、その気まぐれクックさんも10人に1人ぐらいなんですよ。ホリエモンさんがどんなに偉いこと言って、ノリヒロユキさんがどんなに偉いこと、鴨頭さんがどんなに偉いこと言って、中田のあっちゃんとかがいろんなこと言ってても、気まぐれクックさんには勝てないんですよ。魚取って食べてる人間、なんでか支持する人がいるから。じゃあその人たちを全部選挙に出したらどうなりますかってことですよ。もう言えば小泉進次郎さんにも気まぐれクックさんが行くと思うんですよ。1000万人いますから。まあ海外の方が多いと思うんですけども、例えです。だから頭のいい人、学のある人、いろんなベンチャー、いろんな喋れる人います。だけど魚を一生懸命と料理作って指示をもらっている人もいます。なんで指示もらうかっていう話をしたかったんですよ。だから私のこんな動画を見て、お前ごときが、てめえごときがって言いますけど、それでいいんですよ。てめえごときがって思われるってことは、てめえごときがっていうぐらい腹立ってるんですよ。だからそのぐらい、だっておっちゃん、そこのおっちゃんがなんとか言って、てめえごときがって言わないでしょ。私みたいなのに言ってくれる、ありがとうございました。ということで、皆さんも、いろんなところでパッて見て、あ、この人すごい、あの人すごいって思う前に、自分が今やってきたこと、どう活かせてるのか、自分はどういう方向で向かっていくのか、もっと考えて、それにとらわれないでくださいってことですよ。いろんなこと。私もありますよ。ああ、今日もホリエモンさん、いい動画作ってたらいいこと言うな。ヒカルさんとかもいいこと言ってね、いい人集めてきたなって、金持ち集めて、いい動画作ってんな、YouTube やってたら特に思いますよ。だけど、私みたいに伸びない人たちもいっぱいいても必死に頑張ってて、それを動画見てくれる人がいて、そこの中で得るものがあるんですよ。だからどうやって自分の動画をどう伸ばして皆さんに理解してもらうかっていうのが、毎日勉強してるんですよ。その中でバカが来てですね、さっき言いましたけども、なんか飯、食べてるだけで飯食えるんかって、小さいこと言ってくるバカいるんですよ。そういうの目的じゃないですよ。小さい金儲けになるんですかって言ってくるバカがいるんですよ。あ、バカさんありがとうございましたっていうことで笑っていただきたいと思います。だらら。